はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマーベルスナップ動画撮っていこうと思います。ということでね、行きましょう。あ、ちょっと待って、品質ロケーションがなんか出てたちょっと確認しないで始めちゃったが、まあやっていきましょう。お、プロジェクトペガサス、あんま良くないな。プロジェクトペガサスちょっと使い切れないね。一応サイロックでも出しときましょうか。オッケー。相手はヒューマントーチバルチャー、移動だね。間違えてあげちゃったみたいな感じになってる。マジかよ。タイタン。うわー、ちょっと。やりにくいね。まあしょうがない、アイアンハート出しましょうか。ウォンがいたらだいぶ違ったんだけどね、初手から。いやー、おこえ。さあ、そしてストレンジアカデミー、なるほどね。と、あ、まずいな、これ。シャンチー。シルバーサーファー出すの早い。ミスティック今出しても意味ない。シャンチー出せない。これ何もできないな。まずい。相手も手札3枚だから、もしかしたらなんか出すの困ってる可能性もある。1枚出る。クレイブン。ここでシャンチー来たか。真ん中でやるしかないかな、シャンチーは。ストレンジアカデミーだと吹っ飛ばされちゃうからね。プロジェクトペガサスに飛んだりしたら悲惨なので、これで行きましょう。まあ、シャンチーミスティックサーファーっていう動きができれば、おっと、相手はダガーかな？はい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 。相手のスナップだ。スナップ来た。セラー置きたいけど、ミスティーク発動するタイミングがここしかないので、こうしましょうか。あー、でもそうか、そうするとシルバーサーファーしか最後動けない可能性もあるな。まずいか、セラーのがいいか。そしたらでもストアカだと真ん中飛ばされるとね、1枠しかないので、プロジェクトペガサスに置くの？あれ？ちょっとわかんないな、これ。いや、これでいく。ちょっと置けないもんね。お、相手、ハルクバスター、くっつく。ほい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 。俺、ミスティーク。ラスト、チャベさんが来ちゃうから、出せるのがサーファーのみですよね。これ、勝てるかな？怪しいね。まあ、見ましょうか。見ましょう。相手はヘイムダル。あ、これ負けたか？負けたか？ちょっと待って、いくつだ ?13 しかないか。勝ちかな？オッケーオッケーオッケー。だったら勝ち。はい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 。よし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 。オッケーです。勝利。まあ、ダガーが、移動すると危なかったかな。11点になるからね。24。あ、でもオコエが移動しない前提だから。あ、でもいけてんのか。オッケーオッケー。なんとか勝てましたね。さあ、次行ってみよう。
あ、しまった、また品質ロケーション確認してないさて、Xマンション来る。手札にはサイロックがいるが、シャンチーがいない。あ、シャンチーじゃない。ウォンがいない。シャンチーはいる。シャンチーはでもいてもしょうがない。今は。相手アントマン。そうだね。バイフロストか。一応ウォン引きにかけてサイロック出しておきましょうか。で、アイスマンがいれば次のターンね、サイロックで増えた分のコスト無駄にするってこともあんまりないかなということで、そこはね、悪くないかなと。オズコプタワー、あぶねえ。そっちに出してたら大変だったね。そうだね、ポラリス、まあどうせバイフロストで中央に移動しちゃうけど、こっちに置いときますか。で、アイスマンも出す。はい、パトリオット、ポラリス引き寄せられない。アイスマンぶち当てる。さあ何が出る。工具か。相手イワクル。そしておっと、初登場ダークホーク。コスト4、パワー1、永続。相手のデッキのカード1枚につき、パワーをプラス2する。ほー、うわ強っ。あー、でもあれか、引くたび下がっていくわけだ。はい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 、なるほどね。とウォンが引けないね。とりあえずアイアンハートを置きましょうか。さあ相手はショッカーで、バイフロストで移動する。はい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 、岩引いてきちゃった。シャンチーの的もいないからね、ここを出せるものがちょっとないね。マジか。いや、ちょっと無駄になっちゃうけど、ミスティック置くか、シルバーサファーの的として。はい、そうだね、それぐらいしかできないね。あんまり強い動きではない。相手はシニスターで埋める。なるほどね。で、ラストはチャベス。シルバーサーファーで3点、7点。真ん中は勝つね。ちょっと厳しそう。真ん中しか勝てない。ちょっと厳しそうだけど、一応見ましょうか。はい、相手2枚出す。シルバーサーファー、相手ウルスベーン。あ、リス勝った。危なっ。勝利。ちょっとウォンが引けないとシルバーサーファーのフィニッシュが弱くなるね。まあロックでもしかしたら引けてたかと思うと、 X マンションの工具が邪魔だったかなとか、そんな感じですかね。はい、まあ注目ロケーションちょっと確認しますか。エタニティ山脈、岩が来るぞ。ターン3終了時、劣勢のプレイヤーのサイドに岩を1枚追加する。あ、なるほど。あ、まあでもプレイヤー、そうか、1枚ロケーション埋めちゃうってことだね。なるほどね。と、そうかそうか。なるほどね。はい、というわけで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。